フレディ・ロイクス、フレディ・ルラ、1970年11月10日台は、ベルギー・トンゲレン出身のラリードライバー。2004年モンテカルロ15歳の時にカートを始めたのが、レースに興味を持つきっかけとなった。1990年に、自ら購入していた、ランチ・アデルタと、三菱・ギャランで、グループ N に出場した。1993年に、 念願のラリーデビューを果たした彼はオペルで世界ラリー選手権に出場しベルギー界にチャンピオンにもなった。1996年はトヨタカストロールチームに移籍しアクロポリスと得意のターマックであるイタリアとスペインの参戦に出場した。1997年と1998年は開発中だったトヨタカローラ WRC に乗車してイタリア5位。 ポルトガル3位、スペイン2位など好成績を収めた。1999年はトヨタを離れ、三菱に移籍したのを境に小ドライバーのスベン・スミーツとコンビを組んだ。念願のフル参戦だったが、サファリラリーでのアクシデントが原因でポルトガルを欠場してしまうことになった。三菱時代はチームメイトだった富キ記念をサポートする立場にあっても、彼の影に隠れがちな上に、 他のワークスチームを相手に苦戦を強いられるようになり、2001年のシーズン終了後に三菱を抜けた。2002年はヒュンダイに移籍し、ユハ・カンクネンとアルミン・シュバルツがチームメイトになる。WR カーながらも不調が続きリタイアが多かった。唯一の好成績だったのが、ニュージーランドでカンクネンに次ぐ6位につけたことだった。2003年もヒュンダイから参戦したが、 シーズンで途中で撤退し、シートを失ったこととリチャード・バーンズが最終戦を病気欠場したのを機に大役となる形でプジョーに移籍した。2004年は正式にプジョーのワールドラリーチームの一員となった。5戦のみの出場だったが、かつて在籍していたトヨタと三菱の頃の速さを見せつけ年間ランキング10位で終えた。しかし、スペイン戦後に、 WRC から引退することとなった。その後は、インターコンチネンタル、ラリーチャレンジや、ヨーロッパラリー選手権といった、地域選手権に、プジョー 207S2000 に出場していたが、2016年に、引退を表明した。トヨタや三菱で活躍した、元 WRC ドライバーのフレディロイクスが引退を、表明。ありがとうございます。